サフラン、サフラン、クロッカスサチベスは、西南アジア原産で、最初に栽培されたのがギリシアとされる、アヤメカの多年草及びそのメシベを乾燥させた、香辛料を指す。地中海の島で発掘された壁画によると、青銅器時代から栽培されたと考えられる。別名薬用サフランと呼んで、同属植物で干渉用の花サフラン、クロッカス。 アルカロイドのコルヒチンを含む、イヌサフラン科のイヌサフランと区別する。サフランは、最大20から30センチメートルに成長すると、花を一株に最大4つ付け、3本ずつある、鮮やかなシンクの中等は、タンメシベの先端部でカチュウと共に摘み取って乾燥させ、主に食品の調味料や着色料に使用する。サフランは、 重量単位で比べると世界で最も高価なスパイスの一つ。遺伝的に単系クローンであることから分布の拡大は遅く、ユーラシア全域に広がった後に、北アフリカ、北アメリカ、およびオセアニアに持ち込まれた。日本では、夫愛の漢字を当てる。夫愛、夫らん、とまり夫愛などの表記も見られるが、いずれも字音が合わず、5字である。成分は、アルファー。 ベータ、ガンマカロテン。他に、色素配当体であるクロシン、無色の苦味配当体、精油、8から10%、テルペン、テルペンアルコール、エステル、クロセチンなどを含む。クロシンは、水溶性で油には溶けない。香りの主成分はサフラガールである。サフランの語源には、諸説ある。12世紀の古フランス語サフレンから辿ると、ラテン語、さらに、ペルシャ語、 ザファラーン、ザ・フォレン、あるいはさらに古い言葉ザ・パラーン、えっと遡る、可能性もあるという。アラビア語オズ・ザ・フォレン、が、語源という指摘もあるが確認されていない。サフラン栽培は3000年以上前から記録に残り、おそらく原種のクロッカス・カートライティアナスから、おしべが長いものを選別した、変異体、シーサチベスが、青銅時代に確立して、以来、 幸いが続いたものと考えられる。調理に関わる記述に、サフランの名が初めて現れたのは、今から数千年前のペルシャ語の資料である。紀元前から、世界各地でメシュベを、香辛料、染料、香料、薬用として利用している。古代ギリシアでは、サフランの黄色を珍重し、王族だけが使うことを許される、ロイヤルカラーとされた時代もある。日本へは、 江戸時代に薬として伝わった。国内での栽培は、1886年、明治19年、神奈川県大磯町、旧国府村の添田達五郎が病気の母親のため、旧根の輸入と栽培を試みたのが始まり、1897年、明治30年に、内務省横浜衛生試験所の認定を受け、商品化、輸出されるようになった。1903年、 明治36年には、辰五郎から球婚を譲り受けた、キラ文平によって、大分県武田市へ伝わり、同地は名産地になった。現在、日本国内の約8から9割が武田市で生産されている。他の産地は、宮城県塩釜市などである。野生では見られないの原種は、クレタ島に自生するクロッカスカートライティアナスと考えられ、 あるいは、C トーマスイと C パレッシータが原種である、可能性がある。サフランは3倍体つまり、優勢決定要素による自家不和合成を示し、減数分裂以上により個別に優勢生殖に至らない。そのため根形を分割して植え付けるなど、品種改良の手法を経て、栄養増殖る。C サチベスが C カートライティアナスの変異型の場合は、遺伝的改良によって、 長い年月をかけて細長い中等のものが選択的に交配され、青銅器時代晩期のクレタ島に現れたと考えられる。サフランは8組、合計24組の染色体を持つ。花が種子をつけないことから人工的な繁殖を行い、根茎を掘り上げて分割、植え付ける。根茎は1シーズンで枯れるまで20個前後の小さな根茎に分かれ、次のシーズンに成長する。 根茎は、茶色の小球体で直径ほどに成長し底面は、平らで、繊維は平行に並んだ被膜に包まれる。また薄く毛状の膜が、約5センチメートルに伸びて、目を通り巻く。高さ。ファイル、サフレン、サフロンバルブス、JPG サムネイル栄養生殖を施した、サフランの根茎。サフラン、クロッカスサチベスは、 地中海沿岸に見られる常緑の低木地帯、すなわち北米のカリフォルニア州などで見られる、低木林、チャパラルの生態系及び同様に夏に暑く乾燥した風が吹き抜け半乾燥地の気候で繁栄する。にもかかわらず、低、摂氏10度、下氏14度という低温、短い期間の霜や積雪に大冬の寒さを乗り切ることができる。湿潤な環境を除くと、 カシミールなど年間平均降水量の地域では灌漑が必要。年間のギリシャのスペインではサフランの主な栽培地域イランに比べるとはるかに乾燥している。栽培が可能かどうかは雨季の時期により春の豊かな雨と夏の乾燥が最適。開花の直前に雨が降るとサフランの収穫が伸び、開花時の雨や寒さ、病気の蔓延は 収量の低下に結びつく。作物に害を与える高温多湿に加え、休憩を掘り起こすウサギラットや鳥、あるいは線虫、サビ病及び、休憩の腐敗も脅威である。カレクサ菌、バシラスサブティリスによって、根茎の成長が増進すると、中東のバイオマス収量を増加、栽培者に有益に働く場合がある。この植物の成長には、日陰の条件は不利で、 三々と陽光が降り注ぐと最適である。日光に向かって開けた傾斜地が最もよく、例えば北半球では南傾斜地、植栽の時期は北半球では主に6月。根茎を深さに植え付けると10月から2月にかけて根、ね、茎、葉が発育し、植える深さと間隔は気候と相まって収量を左右する重要な要因である。親となる根茎を深く植えると、 品質の高いサフランを収穫できるものの、この根茎と加賀の数は少ない。イタリアの生産者は収量を最大にするため、深さで間隔に植栽。深さにすると花と根茎の成長に最適だという。ギリシャ、モロッコ、スペインの生産者は、それぞれの条件に合わせて深さと間隔を決めている。有機物の含有量が多く水はけの良い粘土、石灰湿度上を好み、 脆くて保温性が高く粘度が低くて、よく考えした土地に適しており、伝統的には、用床を採用して、排水を促してきた。歴史的な手法では肥料を1ヘクタールあたり加えて、土壌の有機物含有量を増やし、根茎の植栽後は、肥料は与えない。夏の間は休眠、室側、初秋で細い葉を伸ばすとかきは年に一度だけ秋の半ばに見れる。 夜明けに開花した花はすぐに枯れ始めるため、収穫は必ず迅速に行わなければならない上に、夏季は1、2週間に集中する。ファイル、ピカロクロシン、SVG サムピクロクロシンの構造。ファイル、クローゼットンサフラネルエステラファケーション、PNG サム、クロセチンと、現地オビオースのエステル。アルファクロシンの構成要素。サフランには産地によるのほか クロシン、色、ピクロクロシン、風味並びに、サフラナール、香味、香りの成分分析検査を受け、国際標準化機構の国際標準化機構が定め国際標準一覧、ISO3632 認証を受ける制度があり、2010年2011年に規格が強化された。しかしながら、 パッケージに等級を示さない商品が多く取引され、イギリスの市場に出回るサフランはほぼ ISO 認証を表示していないため、消費者が購入する場合に価格と品質を判断する情報が不足している。ユーズイ以外の植物の部位の含有率、アッシュ異没の混入その他の条件は ISO3632 認証取得のキーポイントである。企画を決定する。 国際標準化機構、ISO とは企画及び品質要件について管轄する国家機関の集まりで ISO3632 の対象はサフラン限定。規格は E 類、最下級、E 類、I 類、最高級の3つに分かれ以前は E 類のもとに4類を設けた時期があった。サンプルを提出すると分光測色法を用いてクロシンとピクロクロシンの 成分含有率を分析。サフラナールの場合は、取扱いがやや異なり、規格別に式位置を設ける。代わりに、規定値は20から50の範囲。ISO の承認検査機関は、世界中にあり、分光測色法を用いて報告書を作成する。急行旅は、クロシン、ピクロクロシン、サフラナールの谷量あたりの濃度、すなわち色ごとの強さを示す。 クロシンの急高度は通常は80未満から200、超の範囲。最高品質のサフラントは、最も状態の良い花から収穫し選別したおしべで、赤みがかった栗色、急高度250兆、4類の実に3倍である。市場価格には、ISO 認証が直接反映し、サルゴルトクーペは、ISO3632 アイ類、プシャールドマンチャの品質は概ね良い,い類である。 市場に出回るサフランの大部分はラベルに ISO3632 認証や染色能力を示していない。現実には ISO 規格の成分分析値を気にかけない生産者、流通業者、消費者は多い。価格分析ではなくベテランのワインの鑑定士のように味、香り、乾きすぎていないなど、サフランのサンプルの特徴は経験と知識に基づく。 判断に任せるべきだと考える人も少なくない。ISO3632 認証及び Q コードの表示があれば消費者はわざわざブランドの異なるサフランを数種類買い求めて自分で判断するのではなく一目で品質を確認できる。突き詰めるとサフランの種類によって Q コードに大きな差があるという知識へて重さと価格ではなく ISO3632 認証と価格を比べて品質を見極めることができるのである。サフランの品質や色と香りは一律ではない。貯蔵期間のほか、収穫物に含まれる赤いめしべと黄色に見えるカチュウの割合に左右される。赤いめしべに色と香りが濃縮することからカチュウの割合が多いほど1グラム単位の色と香りは薄い。イラン、スペインと カシミールには独自の等級制度があり、赤と黄色のバランスを目安に、呼び名が決まっている。ただし、スペイン産、マンチャ級と一口に言っても使い方が2種類あり、一般用を指す場合と、スペイン国内の特定の産地で採れた、最高級を意味する場合がある。純粋のスペイン国産サフランを、ラマンチャと呼び、パッケージには EU の、 原産地名称保護制度認証証をつけている。認証の獲得は、スペインの生産者にとって、純粋のラマンチャ級のサフランを守ろうとした長年の努力の成果であり、イラン産の輸入品を産地偽装した、スペイン産マンチャ級サフランの普及へ対抗策である。収穫量の少ない国や地域では、品質の等級を特に定めておらず、どれも、 同じ等級として流通する場合がある。ヨーロッパとニュージーランドの高級品を育てる生産者は、特上品のみ出荷、手間をかけた、分の経費を価格に反映させている。ファイル、イ,イランサフロンセレズ .jpg サムアップライト、黄色いカチュウの目立つサフラン、イランさん、ファイル、サフレン、ワインビテルニーデライター 2g8285。 .jpg サムアップライト高品質の赤いサフラン、オーストラリア産品質管理と標準化をめぐる指標を定めても特に品質の劣るサフランの品質偽装は歴史的に繰り返され現代も続いている文献によるとヨーロッパの中世はサフランの束バを制定混ぜ物を押したサフランの販売は主計に相当したその手口はテーブルビートや ザクロの花火や赤く染めた絹糸の混入、あるいは味も香りもしないサフランの果汁を増やしたのである。あるいはまた、サフランの繊維を蜂蜜や植物油につけて重量を増やす方法もあった。しかしさらに品質の偽装が疑わしいのは、粉末状のサフランでターメリックやパプリカ他の粉末でかさ増しをしたり、等級の異なるサフランを混ぜてごまかしたりした。 インドでは高品質のカシミール酸サフランにイラン産の安価な輸入品を混ぜた商品をしばしば見かけるという純粋なカシミール酸と偽って流通するためカシミールの生産者は収入を脅かされている近年の研究で偽造を判定する手法が開発されつつある ISO3630 に企の定める Q コードと HPLCDAD 方式を 対比する、試みのほか、新しいプク DADMS 法として、コアシェル粒子カラムに基づく、フラン代謝産物、クロッカスサチベスエルの迅速な分離を実現する、手法を開発、サフラン由来の化合物群として、典型的なピクロクロシン誘導体11件の検出並びに、口なし得意化合物の混濁マーカーとして用いる、典型的な検出法を可能にしたとされる。また、 公設試験研究機関関東、神奈川県立産業技術総合研究所など、品質の試験を受け負う機関もある。めしべを乾燥させて、香辛料や消薬として用いる。乾燥の際には、風通しの良い室内で陰干しにする。1g のサフランを取るのに160個ほどの花が必要であり、収率が低いために貴重で、1g あたり500から1000円程度と効果である。 メシベは独特の香りを持ち、水に溶かすと鮮やかな黄色を呈するため、南ヨーロッパ、南アジア北部、中央アジア、西アジア、北アフリカにかけて、料理の色付けや風味付けのための香辛料として使用される。プロバンス地方の名物料理、ブイヤベースや、スペイン料理のパエリア、ミラノ風、リゾット、モロッコ料理のクスクス、インド料理のサフランライスには欠かせない。 トルコのサフランボルでは湯を注いでサフランティーとして飲まれている。生薬としてはバンベニバナ、バンコーカ、シゲルベニバナとも書くと呼ばれ、鎮静、鎮痛、通径作用がある日本薬局法第2部にサフランの名で収録。中華人民共和国中国では西ベニバナ、クラベニバナの名で木薬として流通している。動物実験では サフランの黄色色素であるカロテノイドの一種、クロシンの摂取が大腸がん予防に効果があるとする研究もある。着色や風味付けなどの通常の用途で食事から蛍光で摂取する量では安全とされている。しかし、以下の場合には注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。